こういう生活のどうでもいい、本来だったら使い捨てにするようなマッチにですね、いちいちマッチの軸に違う絵を印刷しちゃうっていうのがですね、アメリカの豊かさだなというふうに思いました。で、豊かさっていう、こういうですね、その豊かさっていう概念っていうのは、まああのアメリカであったんですけども、 日本もですね、それなりに豊かな社会だったんですね。特に、えー、江戸時代というのはですね、あの、僕が聞いた話によると、なかなか豊かだったみたいです。なんせ江戸の町っていうのは、庶民の失業率っていうのがですね、70%から80%。どういうことかっていうとですね、武家社会ぐらいなんですね、固定的な収入があるのが。で、それ以外のですね、庶民っていうのはですね、みんなその日暮らしの仕事をしていて、一応職人さん仕事をしてるんですけど、<laughs> 全員がフリーというかですね、なんかその、あの、 だろう固定された仕事ではないんですね、その場限りの仕事ですぐクビになったりというのもあるけど、自分で辞めちゃったりというのもあるので,です、ね、今の計算法で,で、ね、失業率を換算すると、7割から8割ぐらいが失業者という扱いになっちゃったそうです。で、みんながです、ね、その日暮らしの生活をしていたと。 で大体思いついたらですねその場で、えー、その仕事をでっち上げる例えば、えー「子供が生まれたらおめでとうございます」っていう歌を歌うという仕事を思いついたら紙にですねでっかいです、ね、おめでたい神様の絵を描いてですねそれを着るという、まあ、コスプレですねでそれをやってですねふわっと言って子供が生まれたというとこの商店の 噂があった商店のところに行っておめでとうございました。こうやるとそしたらまあ周りの人が喜んでそうすると周りの人にウケてるもんだから『商店の主もほっといたらまあなんか自分が恥をかくというかですねまあきというか、あのー、ちょっとやぼてになっちゃうわけですよ、ね、でないなと。なので出てきて「ああありがとうありがとう」って逆手っていうかなお小遣いみたいなものを弾むと。それで何 お金をもらったらですね、ああもうって言って、もうその複合を脱いじゃうんですね。まあ破って捨てちゃったり、もしくは隣にいるやつにあげちゃったりすると。で、もう今日1日分稼いだらもうその仕事を辞めちまって、もしくはもう2、3日分お金がもうそれで手に入ったら、そこから先全く働かずにというのを暮らしてたと。まあこういうことができてたのがですね、まあ、江戸の町なんですね。つまり失業率は高いんだけども、暮らしは豊か。貧乏だけど暮らしは豊かですね。浮世絵団んていうのは、 あれ当時包み紙になってたっていうのがよく言われてるんですけどつまりあのなんだろうな瀬戸物とか買った時にですね紙でパッと包む時に白い紙じゃなくて、ね、浮世絵で包むというのが当時流行ってたんですね僕は一番面白いなと思ったのがシールブックというのがですね江戸時代にあってですね何かというと結構ねでっかい紙にですね浮世絵がこういろんなサイズのやつが印刷してあるんです。 それは何のためかというと障子とかが破れますよね。子供とかが穴を開けたりしてで、そういう破れた障子のところにですね。このシールとして貼るやつっていうのがあったって言うんですね。つまり、えー、障子が破れたら、その浮世絵の柄のところを適当なサイズのやつを切って貼ると、そうするとうまいこと破れた障子なのに桜がこう散ってるとかですね。ボタンが咲いてるみたいな柄になって、これは粋だね。という風うな感じになったっていうですね。あのこういうですね。豊かさがあった。 でも明治維新の後、ですね日本がやったのがですね富国強兵っていう政策ですが、まあ、まあみんなも小学校とか中学校で習った通りですよねつまり日本っていうのはですね豊かだけど貧乏だったわけですね江戸時代は矛盾してますよね豊かだけど貧乏だったわけですこういう浮世絵の文化とかですねその日暮らしとかをできるぐらいの豊かさがありながら貧乏だったので富国強兵っていうのをやるしかなかった組を飛ませて、えー、兵隊を強くするっていうことですよね でただこの豊かだけど貧乏っていうのはです、ね、都市部特有の現象でもちろん日本でもですね青森とかです、ね、そういうふうな所に田舎に行くともう本当にマジで貧乏だったわけです。で世界中でですねこの都市部では豊かだけどあの貧乏という現象はあったみたいで、まあ、パリでもロンドンでもニューヨークでもホームレスとか売春婦なのに。 だろう社先週のですねクレイジージャーニーでもですねあの丸山ゴンザレスがですねラスベガスの地下スラムをですね、えーえー、レポートするっていうのをやってました。僕見たんですけどもですねあのラスベガスのです、ね、地下水路に住んでるホームレスの夫婦みたいなやつがいてでその奥さんの方がですね 本当にホームレスなんですね。働いてないんですけどもこれもやっぱりその「スマホの充電どうしてんの?」って言ったらいやあのラスベガスのマクドナルド行ってあの w i f i つないで,でマクドナルドに行って充電するというふうに言ってたんで,ですね。ほぼその都市部ではですね何だろうなホームレスといえどつまり貧乏といえど豊かな暮らしができるっていうのがまあその。 当時の江戸時代もそうでしたしあとパリの,あのサロンが、えー、いっぱいあった頃だからですね18世紀から19世紀じゃあじゃあ19世紀から20世紀のパリですねもうありましたしロンドンでもあったというわけであります。でまあこういう話ですねつまりアメリカでですねこういう生活のものの中にすごい豊かなものがいっぱい作れたり使えたりした時代あと日本だったらその 浮世絵とかをです、ね、生活の中に入れられてでその日暮らしができたいわゆる貧しいけれど貧乏だけど豊かな暮らしができた時代っていうのがあったんですけどもですね、あのー、貧困っていうのはどこにあるのかなっていうのが、まあ、今回の話なんですよね。で